はい、ホームステイということで、渡辺さんと武田さんペアということでしたけれども、どうでした、ホームステイやってみて。めっちゃ楽しかったです。楽しかった。あの、何か印象に残ってることとか、ホームステイ中あります？印象に残ってるの、あれ、教会行った後の半分ぐらい、あの5グループが集まったディナーパーティーあれがやっぱり一番インパクトあった、うん。結構ディナーパーティーやってましたよね。なんか毎夜毎夜やってませんでした初日から3日連続4日くらいじゃなかった、うん、3日4日連続で、パーティー食べ物は美味しかったですか？美味しかったです、うん。コミュニケーションどうですか？そのホストファミリーとのコミュニケーションはだんだんなんか取れるようになってきました？結構、まあ、最初だからすごい携帯とか使ったんですけど、まあ、最後まで使ってたんですけど、うん、でも大体なんか、あ、こんなこと言ってるんだろうなみたいな感じで、なんとなくフィーリングで分かる。あ、分かるようになってきた。あ、素晴らしいですね。ぜひなんかこの経験ね、日本でも生かして、2人はアーティスト系なのでね、はい、生かしていっていただければなと思います。ありがとうございました